チャオ、こんにちは。今日はアマトリチャーハンです。ニンニク、唐辛子、本当はグアンチャーレっていう豚の本場の肉のハムを使うんだけど、グアンチャーレはなかなか手に入らないんで、一応自家製パンチェッタでやります。で、オイルをつけて入れて喧嘩ですな。パンチェッタの刻んだものを入れて油を出していきます。今日のパスタはこれブカティーニピッコリですね。ナンバー14番、コットーラって書いてるのが茹で上がりです。アルデンテは固めですっていうことで時間が違いますね。なんで今日は一応6分でアルデンテでいきます。唐辛子とニンニクはもう作っちゃいますね。そこにトマトソースを入れます。よし、今日はね、ここから直接鍋に入れます。ちょっとまだアルデンテなんで、このまま2分ぐらいかな煮詰めていきますね。そうするとこのブカティーニ、実は真ん中に穴が開いてて、そこからソースが染み込んでいくわけですよ。これを怠るとシャバシャバのパスタになっちゃう。気をつけましょう。で、ここにね、ほんで本当はペコリのチーズは辛いんで、まあしょっぱいんでね、ペコリのトスカーノっていう、あの塩のない方のペコリのチーズがあるんで、そっちの方を使うのがいいそうです。ただ日本ではほとんど手に入りません。なのでペコリのロマーノでいきます。うわ、うまそう。香りが全然違うね。いいね。美味しそう。最高っすね。完成。いい音。さあ、じゃあ今作ったアマトリチャーナー行ってみますね。なんせこのブカティーニっていうのは麺が太いんでね、普通あんまりこう絡まないんですけど、まあなんとかこれ細めのブカティーニなんで絡んでますね。めっちゃうま。ちょうどいいね。この辛みもちょうどいいし、パンチェッタの焦げ具合もバッチリ。いや、うまいよこれ。食べてみる？今日はサラダにプチトマトとブラータチーズのサラダを作りましたね。アンチョビを乗せてね。クリーミーだわー。そしてこのアンチョビがいい味出してるね。いやー、美味しかったね。この濃厚な
ね、トマトソース。このアマトリチャーナっていうのはさ、あのローマから北の方に100キロぐらい行ったところにアマトリチェっていう村があって、そこの、まあ、名物料理だったわけですよね。僕は行ったことないんですけど、まあそこって4年前に大地震が起きてさ、みんなペシャンコになっちゃったわけ。その時にその全国の、まあ、世界中のイタリアンレストランがそのアマトリチャーナを救えってわけで、まあ、募金活動を行ったりしたんだよね。ちょっと塩辛いチーズを使うんだけど、まあ、本当はそのペコリのトスカーノっていうね、トスカーナ地方で作られてる羊のチーズの方が、柔らかくて美味しい、まあ、このパスタによく合うということなので、まあ、一応あのアマゾンで買えるらしいんで概要欄に貼っておきます。では今日はそういうところで終わりますね。また次の動画でお会いしましょう。ではチャオチャオ。Ciao. Done.